国鉄多8000系貨車は、かつて日本国有鉄道及び1987年4月の国鉄分割民営化後は日本貨物鉄道に在籍した私有貨車である。本形式から改造され、別形式となった多差6000系、滝16300型についても本項目で解説する。多8000型は、 ホルマリン専用の30トン石炭車として1960年から1968年にかけて11ロット26両が日立製作所、三菱重工業、富士重工業にて製作された。また1969年には2両が、汽車製造にてた580型より改造の上元形式に編入された。以上合計12ロット28両が製作された。 全長12メートル以下の車の記号番号表記は、特殊表記符号、項全置し、小滝きと表記する。またアルミニウム製の車は、さらに、青全置し、アコ焚と表記する。車体には、純アルミ、連結注意と表記された。1979年10月より化成品、分類番号、96が表記された。本形式の他にホルマリンを、 専用種別とする形式には、タ3050系、タム3050系、タセ5100系、タキ9700系、タキ14900系の5形式が存在した。落成時の所有者は、日本水素工業、三菱化成工業、東洋高圧工業、三井物産、住友化学工業、三菱江戸川化学であった。 日本水素工業所有者は1960年9月28日に5両が三菱商事へ1971年6月5日に4両が日本化成へそれぞれ名義変更された三菱江戸川化学所有者は1971年12月17日に7両が三菱ガス化学へ名義変更された住友化学工業所有者は1972年9月1日に1両 1973年1月24日に一両が日本石油輸送へ名義変更された。タンク帯はロットにより様々な形態があり、アルミニウム製、ステンレス構成の2種類の材質があった。さらに一部のステンレス構成のものはで、厚さ 50mm のグラスウール断熱材を巻き、薄鋼板製の木製が設置された。二役方式はタンク上部にある。 積み込み口からの上入れ、突出管からの下出し式である。車体色は銀色または黒色、寸法関係はロットにより若干の違いがあり、代表的なものとして全長は一万千二百ミリメートル、全幅は二千五百四十ミリメートル、全高は三千七百九十五ミリメートル、台車中心間距離は七千八百ミリメートル、自重は十七点二トン、換算量数は積車四点五。 空車1.8であり、台車はベッテンドルフ式の TR41C である。1987年4月の国鉄分割民営化時には、車席が JR 貨物に継承されたが、2000年に最後まで在籍した五両が廃車となり、同時に形式消滅となった。各年度による製造会社と、両数、所有者は次の通りである。タサ六千型は、 プロピオンアルデヒド専用の22トン石炭ク車として1969年7月11日に一両が三菱重工業にて多機8000型より改造製作された。本形式は一両のみの存在であった。本形式の他にプロピオンアルデヒドを専用種別とする形式には例がなく唯一の存在であった。所有者は三菱化成工業でありその常備液は 三重県の塩浜駅であったが、その後水島臨海鉄道港東線の東、水島駅に移動になった。1979年10月より化製品、分類番号、年31が表記された。タンク帯は種車のものを流用したが、断熱材、薄鋼板製の規制が撤去され、ステンレス製のタンク帯のみとなった。二役方式は、上田四式に改造された。 荷おろしの際には、加圧空気を併用した。車体色は、銀色、寸法関係は、全長は1 2 1 0 0ト、mm、ル全幅は2 5 3 0ト、mm、ル全高は3 7 8 7ト、mm、ル台車中心間距離は8 0 0 0トル地上は16.7トン、換算量数は、赤車4.0、空車1.8であり、台車は、 ベッテンドルフ式の TR41C であった。1987年4月の国鉄分割民営化時には車席が JR 貨物に継承されたが、1993年7月に廃車となり、同時に形式消滅となった。多一16,300型は、 プロピオン酸専用の27トン石炭ク車として1969年8月28日に2両が三菱重工業にて多機8000型より改造製作された。本形式の他にプロピオン酸を専用種別とする形式には多機750系の1形式が存在した。所有者は三菱化成工業でありその常備駅は三重県の塩浜駅であった。 タンク体は種車のものを流用したが断熱材、薄鋼板製の規制が撤去され、ステンレス製のタンク体のみとなった。二役方式は上出し式に改造された。荷下ろしの際には加圧空気を併用した。車体色は銀色、寸法関係は全長は 12100mm、全幅は 2531mm。 全高は 3787mm、台車中心間距離は 8000mm、地上は16.7トン、換算量数は赤車4.5、空車1.8であり、台車はベッテンドルフ式の TR41C であった。1981年10月26日に最後まで在籍した多万16,301が廃車となり、同時に形式消滅となった。 改造より12年後と、短命な形式であった。国鉄多さ6000経過車に関するカテゴリー。国鉄多岐16300経過車に関するカテゴリー。ありがとうございます。